タイムラプスの撮影方法とか、まあ、タイムラプスをめぐる背景、今の情勢とかちょっと今お話しましたけど、タイムラプス撮影をする上でも切り離せない要素として、撮影した写真素材を動画にするっていう作業が必ず必要になります。で、その動画にする方法はまあ2つあってですね、1つはカメラの中で、タイムラプスの動画を作るっていう機能と、2つ目がパソコンを使って動画にするっていうものです。で、最近のカメラはカメラの中でタイムラプス動画を作る機能がついていて、だいたいですね、インターバル撮影っていうコマの、項目の先にタイムラプス動画オンオフみたいなのがあるんですよ。なので撮影するときにそれをオンにしておけば、撮影終わったときにタイムラプスムービーを、タイムラプス動画を作ってくれるっていうのが、まあ、それが一番お手軽ですね。で、二つ目、パソコンで、編集する、動画にするっていうのが、まあ、最もポピュラーだと思うんですけども、皆さんが使っている Photoshop っていう、Adobe さんの画像処理ソフトですね、に実はタイムラプス作る機能をつけて、これタイムラプス Photoshop 作り方とかで検索すると一発で出てくるので、まあ、見ていただければなと思うんですけど、そういう身近なソフトウェアでもタイムラプス動画を作る機能があります。で、あとはタイムラプス用のソフトウェアですね、一番有名なのがエルバールタイムラプスっていうタイムラプスのソフトウェアがあります。で、他だと私初めて使ったのがパノラプスっていうやつですね。パノラプス、それから、TLDF かタイムラプスデフリッカーっていう、ソフトウェア、それからタイムラプスプラスっていうソフトウェアで、比較明合成という星を線にする、軌跡にするソフトウェアで、シリウスコンプっていうのがあるんですけども、そのシリウスコンプの中にも、タイムラプスを作る機能があります。まあ、こういった今ご紹介したソフト、有料無料のものそれぞれあるんですけども、こういったソフトウェアで動画にするっていうのが、まあ一般的ですし、まあ、これから皆さんもトライしていただきたいなというふうに思うんですけども、一つですね、どうしてもこのタイムラプスが、なかなか浸透しない理由として、このパソコンの操作が必要っていうことと、それから、タイムラプス専用のソフトウェアが英語表記が多いんですね。日本って本当タイムラプスの後進国って私の、まあ、師匠言ってましたけど、タイムラプスの専用の機材とかソフトウェアとか入ってこないですし、最近、まあ、ようやく入るようになってきましたけど、カメラメーカーさんもなかなかそこは充実させてくれていないのが実情でして、そこを極めようとすると必ずその英語のソフトを使わなきゃいけないっていう、そういうハードルが出てきます。まあ大体のソフトはネットで検索すると、まあ、そのソフトウェアの名前と操作方法とかで検索するとブログにまとめてくれたりする方がいらっしゃるので、それをもとになんとか使えている状況なんですけども、まあ、そういったハードルがあるのは、事実としてあります。なので、まあそのカメラの中で動画を作るっていうのと、パソコンの中でパソコンを使って動画を作るっていう、まあ、その2つがありますよっていうところで、必ずその撮影、それからポストプロダクションといいますけども、撮影した後の処理っていうのが必要になってくる撮影方法になります。はい、続いてはタイムラプスの種類についてお話ししたいなと思います。タイムラプス、私の先日、投稿した Welcome to the Time Lapse World、 あれは、リアルタイムと、ファストモーションタイムラプスをこう織り交ぜた、作品なんですけども、まあ、私今スローモーション、リアルタイム、ファストモーションって、まあ、その3つを組み合わせて動画を作るっていうことを、まあ、念頭にして作品作りをしているんですけども、あの作品の中のタイムラプスの中でも、大きく分けて3つあるのかな、あります。それをご紹介します。1つ目は、通常の一般的なタイムラプスですね。一般的なというのは露出変化の少ない状況でのタイムラプスになります。昼間、それから夜景、それから星空、この3つ、こういった要素の撮影は基本的に露出変化が少ないので、撮影の難易度的には
やりやすい部類になります。でこの3つなんですけども、まあ、その雲の動きとか光の影がこう動いていく風景、星空が動いていく流れっていうのが表現方法になるんですけども、そこでですね、撮影方法大きく分けて多分3つあると思います。1つ目が三脚の上にカメラを置いて撮影する固定撮影のタイムラプス、構図が変わらないんだけども、まあ、手前の風景とかそんな変わらないんだけども、空だったりとかっていうものが動いていって時間の流れが表現できるっていう、その固定撮影フィックスって言いますけどの、固定撮影が1つ、2つ目が、パンティルトモーションですね。パンっていうのは横のこう首の振る動き、ティルトはこう縦になりますね。これはタイムラプスローテーターというですね、ものがありまして、それを使って撮影するような感じになります。持っているタイムラプスローテーターを並べてみました。これが作品中にも登場する iFootage というメーカーの X2 Mini っていうローテーターですね。この上にこうカメラが乗るんですよ。動画の中では、立川駅の駅前でこう撮影していく、動きながら撮影しているっていうのが、この作品、この商品で、描かれてました。で2個目がこれがビクセンのポラリエ U ってやつですね。これはもともとは赤道儀って言って星空を追いかけるアイテムなんですけども、こうこの、三脚の上にこう設置してこの上にカメラを乗せたらこの部分がこう動いてくれるので、これがまあタイムラプスローテーターとしてパニング、こう使うとこっちがティルト、カメラがこう縦上下に動くと。マイオプスっていうメーカーのカプセル360、これはタイムラプスのモーション機器としては結構、比較的お安く手に入るものなんですけども、これはまあこの上に自由台とかカメラとかつけて、こうやっぱ回転、これも同じく回転するっていうやつですね。まあ、こういうタイムラプスローテーターを使った撮影っていうのが、あります。で3つ目がレールモーションですね。こちらがこのレールになります。この間の3つ目の動画ですね、雪景色の中の撮影で使っていた機材がこれです。 iFootage のシャークスライダーっていう、ものになりますね。で、まあ、私結構これがですね、こういう風に分割して運べるので、結構気に入って使ってるんですよ。でこれ以外に持っているスライダーはスカイピックスジャパンっていうメーカーの、韓国のメーカーなんですけど、そこのスライダーと、それから、このマイオプスっていうメーカーで出しているスライダー、この3つ使ってますね。それぞれカメラ乗せて別の方角向けて、それぞれのシーンで撮影するような感じでやってる機材まみれなんですけども、まあ、こういうレールモーションを使うというのが3つ目ですね。なので固定撮影、パンティルトモーション、レールモーション、この3つがタイムラプスの普通のタイムラプスの撮影でありますよと。でそこに ND フィルターを使ったりして、ちょっとスローシャッターにしてですね、雲の流れとかブラー、ブラシをかけて撮影したりとか、川の流れをこう、均一化させたりとか、っていう風にしてですね、基本そのスローシャッター気味に撮影するっていうのが、まあ、タイムラプスの基本なのかなという風に思いますね。まあ、こういった撮影方法があります。2つ目がハイパーラプスですね。ハイパーラプスっていうのは自分が動いてくるタイムラプスになります。3つ目がホーリーグレール撮影。
まあ、まず1つ目手動、2つ目がですね、ここにあるニコンのカメラを使うっていう、3つ目として挙げられるのが QDSLR ダッシュボードっていうアプリを使う。